嫌いな人があなたの目の前からいなくなる、そんな方法を教えるね。はい、こんにちは。ライフコーチのミスターオカチです。本音で生きるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介しています。はい、えーと… 毎日生きていると、まあ、いろんな人と会っていろんな人と遊んでいろんな人と働いているその中でこの人好きやなこの人嫌いやなこの人気が合うなこの人なんか合わへんなっていうのはねどうしても人間だからそういうのってあると思うんですよ好き嫌いであったり合う合わないっていうのがでもちろん嫌いな人や嫌な人と一緒に過ごしたり一緒に働いているともうストレスが溜まって毎日楽しくないですよねそして自分の 実力が発揮でできないんですよだから今日はもうシンプルにあなたの目の前から嫌いな人がいなくなるそんな方法を紹介したいなと思います、まあ、いろんな考え方いろんな行動習慣ってあると思うんですけどもうその中から厳選してたった一つもうこれやっていうものを、えー、紹介したいなと思います、えー、この動画を最後まで見ていただけたらあなたの目の前から嫌いな人が いなくな,りますいなくなります。そして好きな人が集まってくるそういうような環境がそういうような毎日ができると思いますので最後までご視聴ください。 はい、えー、このチャンネルではとにかくあなたがあなたらしく生きるための考え方そして行動習慣を紹介しています少しでもあなたらしく生きたいそして最高の自分を表現して生きていきたいそのように願っているのであればチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですあと SNS でも毎日発信してますので概要欄からつながってくださいはい、えー、早速いきましょうあなたの目の前から嫌いな人がいなくなる方法それは もうなんとなくわかりますかね。なんとなくね、これです。じゃん。夢中で生きるこれですよね。まあ、たった一つで言うと夢中で生きるということです。ね、自分がもう大好きなことをやってるときですよねも。もう大好きなことやってあっ という間に時間が過ぎたっていうもう本当に没頭している状態その時っていうのは何だろうなあなたのそのままが出てるんですよありのままのあなたが表現されてるんですよねだから言うなれば私は 青色色でですすよよっってていう、まあ、自分の、ね、色がはっきりしてるんですよ青かもしれへんし黒かもしれへんし白かもしれへんしやろグレーかもしれへん。なしか自分の色っていうのが私は赤だってはっきりしてるんですよ。はっきりしているからこそ赤が好きな人は集まってくるし赤が嫌いな人は去っていくんですよね。で自分にもそのエネルギーの波長ってあるんですよ。この波長この波長がもうそのままの自分が自分が もう自分の波長がねこう表現されているからこの波長に合う人が惹かれて集まってくるしその波長は何か違和感ある何かモヤモヤするな何かぎこちないなと思う人は自然に去っていくんですよ波長が合う人が集まって波長が合わない人は去っていくねう類は友を呼ぶって言葉もあると思うんですけどそれはね自分のエネルギーの波長なんですよねエネルギーの波長であったりエネルギーの色なんですよで夢中になってる時っていうのは自分のエネルギーの波長が表現されているから うわってもう360度方向に表現されているからそれに合う人は集まって合、ね、わない人は自然に去っていくんですよねだから夢中で生きている時夢中で何やろ物事をやっている時最高の自分を表現されている時っていうのが合う人は集まっていて合わない人は自然に離れていくんですね だから夢中で生きるって僕はすっごい大事やなと思っていてやっぱ24時間ず全部それをする22やったな24時間全部それ夢中になって生きる難しいと思うけれども夢中になって生きれる時間をもう少しずつ増やしていくってことがもう,何やろう嫌いな人が目の前からいなくなる。 ためにみみ嫌いな人が、えー、目の前からいなくなななくって好きな人人にに囲まれたた生を過ごすためには大事なこととかなと思いますでこういう話をしたら僕は嫌われたくないとか人が離れていくのはちょっと寂しい一りぼっちは嫌だというふうに言う人もいると思うんですもちろんそういう考え方もあるし昔の僕もそうでしたもう嫌われたくないから周りの人が言うことを合わせる。 周りの空気を読んで周りの人が期待することをやるとそういうことをやっていたんです。 ね、そうするとどうなるかっていうと自分がね何色かが分からなくなるんですよ赤が欲しいって言ったら赤色になる、ね、黄色が欲しいって言ったら黄色色になるとかね自分が相手の色に合わせていると自分が何色かが分からなくなる相手も分からへんようになるし自分自身も分からなくなるんですよ自分が一体何色が好きでどんなことに興味があり何がやりたいのか自分の気持ち自分の好きなこと自分がやりたいことが分からなくなるんですよ なやりたいことをややれやれる時間とか少なくなるじゃないですか。か自分があれをやりたいってあれをできるけど何がやりたいかわからない。もう迷ってしまうんですね。そうなるとどんどんストレスが溜まって息苦しくなるんですよ。で自分が好きなことじゃなくて自分が嫌なことに囲まれた人生になるから。はい。で自分が何色だって表現していないから相手もなんだろうな。 青色って表現していたら青色が好きな人が集まってくるけど何色か表現していないからなんやろ自分が背伸びしている状態に背伸びしている状態自分がね赤ではないのに赤色を作っている状態。 に人が集まってくるからずっとこの作っている状態を維持しないといけないんですよ。ずっと背伸びして、ずっと自分をよく見せて、ずっと自分を偽って生活、過ごしていないといけない。この状態、疲れますよね。苦しいですよね。はい。この状態、苦しい、疲れるっていうのは、相手も同じように疲れるんですよね。自分がこうやって緊張している状態だったら、相手は自分の鏡なんで、相手も疲れるんですよ。相手もずっとこうリラックスできない。安らげない。 っていう状態だから自然に相手は離れていくんですよね。はい。だからこそ何やろう。 最終的に自分が周りの人に合わせていると周りの人が嫌われるっていう現象が出てくるんですよね、はい、何色かわからんかったら自分が好きな人が集まってこうへんし周りの人も安らげないから最終的に周りの人も去っていくということなんですよだからこそだからこそ自分は何色かはっきりさせようと自分が好きなこと自分が嫌いなこと自分はこういうことが大切でこういうことは別に大切じゃない手放してもいいんだっていうことをちゃんと表現するということが大事だしもっと簡単に言えば今日で言ったらこれですね で生きるということこれは自分が 大好きなこことととをすするということです、はい、単純に自分がこれをやるということを自分で決める自分で選んで自分で決めたことじゃないと夢中になれません、はい、人から与えられたこと人にやれって言われたことに夢中にはなれないんです自分が選んで自分の心の底からここここにあるちょっと心が動いたその瞬間動くものを自分で選び取るでそれをやるというそこから夢中が生まれるんですよね、はい、でそこから自分の本音とつながって最高の自分を表現するそこから夢中になって没頭体験 体験というのが生まれてくるから だから少しでも自分で選ぶという時間を作ることがすごい大事なのかなと思ってます自分が何がやりたいのか何が好きなのか分からない僕もそうでしただからそういう状態からどうやって夢中になれるのかっていうところで言えば自分で選ぶ時間自分で決める時間を5分でもいい増やしていく、うん、あれやりなさいこれやりなさいもちろんやらないといけないハフトゥーフというようなことはあるんですよ仕事をやってたらねもちろんそれは大事だけれどもそれじゃなくて自分で選び取る時間自分で決める時間をひ 5分でもいいからそういう時間をちょっとずつ増やしていくということそうすれば少しずつ夢中になって生きられる夢中になって生きられると自分はえ何色だっていうのは,はっきりするし周りから見て私は青色だ私はゴリラだよと私は何者かっていうことがちゃんと表現されているからその波長に合う人が集まってきてその波長に合わない人は自然に去っていくと思うんです、はい、だからこそ夢中できることが大事だし夢中できるためには自分の本音と自分の 自分がつながるということ、本当の自分で生きるということ、これがね、すごい大事なのかなと思ってます。自分が何が好きで何が嫌いなのかっていうのを言えるところから表現する。SNS でも Twitter でも Facebook でもどこでもいいんです。言える人。 ででもいいんですよ全員に言うのは難しかったら自分がこの人だったら受け止めてくれるという人でもいいんです自分がこういうことが好きだこういうことが嫌いだでこういうことに悩んでいてこういうことはストレスを感じているんだっていう自分が嫌いなことを表現する自分のネガティブなことを表現するってこれすっごい大事なんですねネガティブを抑圧すると抑え込んでしまうとそれと一緒に自分の好きなことであったりやりたいこともマスクされちゃうんですよ一緒に、はい、だから嫌いなことは嫌いって言っていい 自分に許可を出す。自分が苦しいんだしんどいんだっていうことを自分自身が認めてあげるそういうこともこ夢中で生きるためには本音で生きるためには大事なのかなと思っております。はい、ということで今日は嫌いな人があなたの目の前からいなくなるそんな方法を紹介しました。それは、じゃん 夢中で生きるということですねもうありのままの自分を肯定して最高の自分を表現する大好きなことをやるんですよ好きなことをやってる時に出会える人それがあなたの運命な人です。 あなたの恋人かもしれない彼女かもしれないしあなたの仲間になる人そうなんですよ友達,と友達を探すためにとか彼女を探すためにっていうふうに動くんじゃなくて大好きなことをやるんですよ夢中なことをやるその,時にでその時に自然とひょあの集まってくるんですよねちゃんと表現されてたらあなたが夢中になって生きていてその夢中がちゃんと表現されていたらその波長に合う人が集まってくるからその人があなたの運命の人です。はい ということで、ジエーンドですよね、えー。このチャンネルではね、とにかくあなたがあなたらしく生きるためのライフスキルを紹介しています。えー、少しでも参考になった、勉強になったという方は、高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです。あと、えー、自分らしく生きたいという人は、チャンネル登録ボタンをポチッと押して、仲間になってください。はい、えー、ということで、今日はこんな感じでおしまいです、えー。いつも聞いてくれて本当にありがとうございます。See you!